さて今回就任いただく CA ですが、いわゆるキャビンアテンダントということではなく、コミュニケーションアテンダントの CA という意味が込められています。じゃあ手元のタブレットで試してみてください。はい、そうですね。なるほど、すごい便利ですねこれ。そう、機内で Wi-Fi が無料になってから姉からのちょっかいも増えた。よし、北海道でしょ、チーズ買ってきて。これ旅行じゃなくて仕事だから。しょうがないな、じゃあメロンで勘弁してあげる。でかくね。じゃあ越前ガニ。北海道だよ。もうじゃあ毛ガニでいいよ。じゃあって、あ、毛ガニあんだわ。あるんだ。国内線 Wi-Fi 無料、フィールザニュースカイ ANA。 これ北海道のお土産。吉田さんは、はい、改めて CA 姿の綾瀬さんを今こうしてご覧いただいておりますが、いかがですか？いや、とても素敵です。いや、なんか撮影の時のお姉ちゃんの雰囲気とはまた全然違って、とてもお似合いです。それで周りを奔走させてしまうみたいなことってあるんでしょうか？あると思います。あると思います。なんかあのチャレンジする新しいスポーツとか、こうハマってしまうとできるまでやりたくて、スタッフさんがちょっと待ってるみたいな。ああ、そうですか。え、吉澤さんは実際にそんな周りを翻弄するようなお姉さんいたらどうですか？いや、羨ましいですよ。なんか僕男4人兄弟なんで、うち、はい、すごい、お姉ちゃんがいる同級生とか見るとすごい羨ましいなってずっとちっちゃい頃から思ってたんで、すごい仲いい兄弟なんで、はい、この兄弟ってすごい羨ましいです。